おい、バカギスネ、起きてんだろ。当てが外れて残念だったようだ。お見通しかよ。相変わらず嫌な野郎だぜ。で、なんだ、しょうぼれもの喧嘩でもふっかけようにするのか。今日はやめとくぜ。だが、こいつら一家と来たら、どいつもこいつも調子が狂うぜ。おお、珍しく意見が合うな。お前もこの数日で分かったと思うがよ、なかなか飽きねえ連中だぜ。なあ、キツネ。なんだ。俺はお前がマルトの中に引っ込んで出てこねえのは、相変わらずの人間嫌いだからだと思ってた。だがよ、ひょっとしてそうでもねえのか。お前、この一家を見守る。勝手な勘繰りはよすんだ。そうかそうか、俺は思わぬところで一歩取り返したな。チッ、ムカつくタヌキだぜ。そりゃどうも。じゃあ、行ってくる。行ってらっしゃい。これで準備ができた保護区に資格は無事移送ってわけだ。うん、他の美獣もそれぞれの里で保護したり、まあいろいろだな。ったく、のんきに居眠りこいて美獣の考えてることはわかんねえな。そうでもないぜ、こいつらも家族みたいなもんだからな。家族ね。ああ、家族だってわよ。